日本人は怒ってるのかしら海外の反応チャンネル素敵な日本にようこそ日本国の英語名であるジャパン日本国内における正式な呼び名である日本あるいは日本からはほど遠いわけですが今回の翻訳元ではそのことに疑問と不満を持った外国の方が 日本国外においても日本人が呼んでいる通りに日本か日本で呼ぶことを提言しています。そこで今回は日本をジャパンと呼ぶのは失礼だからもうやめないかと外国の方が提言することに対する海外の反応をお届けいたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。 もしこの動画が少しでも良いと感じていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。ご存知の通り、日本は英語でジャパンと言います。では、日本はなぜ英語でジャパンと呼ばれるのでしょうか。日本語では日本という漢字を用いて表され、 日日本本ままたはと発音されす英語では「ジャパン」と発音されます世界のほとんどの言語でも日本は「ジャパン」に似た名前で呼ばれています例えばフランス語では「ジャポン」イタリア語では「ジャポーネ」どの言語にも共通し言えるのは 語頭がじゃやじなど座行の音、そしてパ行の音が来て語尾がん、もしくはその変形んという点です。ではなぜ日本は英語でジャパン、または他の言語でも英語のジャパンに近い言葉で呼ばれるのでしょうか。ジャパンと日本は 発音ではかなり異なっていて、日本が変化してジャパンになったとは少々考えにくいですね。日本語で日本または日本と呼ばれる国名が英語やその他の世界の言語ではジャパンまたは似たような言葉で呼ばれるのには実は納得の理由があります。 言うまでもなく、日本語は、ひらがな、カタカナ、漢字という3種類の文字を使う、世界の中でも非常に珍しい言語です。漢字は意味を表す文字で、言語学では、表意文字、イデオグラムと呼ばれます。アルファベットが音を表すのに対して、表意文字は意味を表す、 文字のことであるということをまず覚えておきましょう。マルコ・ポーロが日本をヨーロッパに紹介したことはよく知られていますね。マルコ・ポーロが日本をジパングと呼び、日本には至るところに金があると東方見聞録に書きましたが、実は彼は日本を訪れたことはなく、 中国の南部にしか行っていないという話も日本人なら知っているのではないでしょうか。漢字では日本は日本と書きますね。日は太陽のことです。本には起源や元という意味があります。日本が中国から見て東の方向に位置し、文字通り 太陽が昇る方角にあることから中国の人たちはそう呼んだのです。つまり日本とは太陽のもとという意味です。日本が非譲る国と呼ばれるのもそのためです。現代中国語では日本はリベン、北京語発音と発音されます。しかし、 非常に興味深いことに、マルコ・ポーラが訪れた時代の中国の南部では、日本はジュパンと呼ばれて発音されていました。そして、現在でも中国の南部では、日本はジーパンまたはズパンと発音されるそうです。なお、語尾のムの発音は非常に弱いです。 マルコ・ポーロが日本をジパングと呼んだのは中国南部の人たちが非ズる国である日本のことをジパンと呼んでいたことを教えてもらったからです。こうしてマルコ・ポーロはジパングという名前を西洋に持ち込みました。やがてその単語がヨーロッパ各地に次第に広まり英語やフランス語など その他の言語の中でスペルや発音のバリエーションができていき英語では最終的に JAPAN となったと言えますさらに興味深いのは日本人は通常表意文字である漢字の場合同じ漢字でも複数の発音読みをしていますね日本という漢字をよく見てください「日」は「実」 とも読みますね「本」は「本」とも「ポン」とも発音しますよね。この2つの別の発音を組み合わせてみるとどうでしょう。「実ポン」となり「ジャパン」「ジパング」「ジャポン」といった他の言語で日本が呼ばれている音に非常によく似た発音になりますね。現在でも 上海の下町などでも日本をズーベンと発音している地域があるとのことです。さて、翻訳元では日本の英語名がジャパンになった理由として次のような説明がなされています。マルコ・ポーロが中国、当時は現滞在時に東方に浮かぶ島、つまり日本の名称について 現地人に聞いたところ、スパングという中国語での答えが。マルコ・ポーロはそれをジパングだと認識し、イタリアではジャポーネに変化し、聞き間違いの連続により、英語ではジャパンになった。日本はジャパンではなく、日本、日本と呼ぶべきなのか、様々な意見が 寄せられていましたその外国人の声をどうぞ俺もずっと日本は「日本」って呼ぶべきだと思ってただって現地で使われてる名前が正しいわけじゃんイギリス国連に行って自分たちの国はどう呼ばれるべきなのか全ての国にアンケートを取るのはどうかしら それで各国の希望通りに名前とマップを変更して、あとは他の国の人たちはそれを尊重していくの。アメリカ。私もそう思う。間違った名前で呼ぶのは失礼だもん。カナダ。失礼かな。日本でも独自の名前で外国を呼んでるでしょ他の外国だって同じことをしてる。 失礼だと思ってる日本人はいないよ。アメリカ。国連には実際に経済社会理事会から委託された地名に関する専門家グループがあるよ。アメリカ。そういう組織があるのはクール。だけど、ならもうちょい真剣に仕事しようか。イギリス。ちなみにオーストリアは オーストリッヒね。ドイツ語で東の王国という意味。オーストリア。へえ、ジャパンになった経緯を初めて知ったよ。興味深いから他の国の正式名称も調べてみよう。カナダ。宣教師が残した記述によると、一時期の日本人は自国をジッポンと呼んでたようだ。アメリカ、日本在住。 トルコはトゥーキーからトゥルキエに変えた。外国式の名前を嫌だと思う人たちもいるだろうな。マレーシア。クロアチアは現地ではフルバツカ。フィンランドはスオミとやっぱり異なってる。アメリカ。ほとんどの国の人はフルバツカは発音できないもん。 オランダ人はできるけどさ。ちなみに俺たちは、ホーランドじゃなくて、ネザーランズが正しいから。オランダ。フィンランドって言葉は、スウェーデンの少数派の正式な名前。スウェーデン。ちなみに、ドイツの北部に住んでる人たちは、スイスで話されてるドイツ語よりも、オランダ語の方が理解しやすいって話だ。 ドイツ。航空会社のアナはいいヒントだったな。アメリカ。アナイコールオールニッポンエアウェイズ。ジャルにうまく騙されてたわ。アメリカ。JAL イコールジャパンエアラインズ。カムリも同じだな。外国人は俺たちをウェールズって呼ぶけど、これは 外国人を意味するアングロサクソン語から派生した言葉だから。ウェールズ。この文献学的現象に関する真の学問分野があるよ。歴史言語学って言うんだけどね。アメリカ。エジプトは実際にはミスルなんだ。エジプトはギリシャ由来の名前。アメリカ。 うん。絶対にその国での呼び方に変えた方がいい。シンガポールはなんでシンガプーラじゃないんだよ。シンガポールっていう謎の言葉はあらゆる言語で意味をなさないんだよ。シンガポール。南アフリカの命名はひどいと思う。だって南アフリカって単なる位置じゃん。 南アフリカ。本来はアザニアが正しいね。南アフリカ。そもそも日本人は怒ってるの無理に問題を提起するのもどうかと思うけど。アメリカ。でも、これは仕方がないと思う。日本人がポルトガル人の発音を聞いて、英国のことをイギリスって呼んでるんだ。 全ての国がお互いにしてることなんだよ。イギリス。日本電子ガラスアメリカ支社に勤めてるんだけど、日本が国名だったなんて今初めて知った。アメリカ。USA もなかなか面白いと思う。実際には名前でも何でもないもん。どっちかというと、説明文みたいな。 アメリカ。うん。その国の呼び名に合わせるのはいいアイディアだ。メキスコなんて呼ばれずに済むし。メキシコ。ブラジルもブラジルじゃなくてブラソウな。ブラジル。カナダも似たような感じ。探検家のカルティエが先住民に土地の名前を聞いたらカナタって答えが返ってきたんだけど、 現地語で単なる村って意味なんだよ。今のケベックのあたりね。カナダ。実際、どうして英語圏の人たちは発音が複雑になったり、誤解が生まれやすくなるのにわざわざ新しい名前を作るのか、ずっと不思議だった。ノルウェージパングは室町時代の日本の読み方である 日本にかなり近いように思うわ。当時は日本語が統一されてなかったから、地域によって発音が大きく異なることもあったの。フランス。日本はこれまで何度も名前を変えてるんだよね。日本では自分の国を日本、日本って呼ぶけど、7世紀まではヤマトと呼んでいた。 スウェーデン。日本は外国を本来の名前通りに呼ぶのが得意な方だよ。カタカナ表記の国々の場合だと、それぞれの現地での呼び方にかなり近い。アメリカ。これってまさに異なる言語が発生する仕組みだよね。人々は地域によって異なることを口にして、その地域で 多く使われる言葉が方言や言語になっていったんだよ。イギリス。皆さんのご意見、ご感想をお聞かせください。よろしければ他の動画もご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。